ポール・ウォルフォード・コーダーは、イングランドの作曲家、音楽教育者。コーダーは、ロンドンのピムリコで、音楽家のフレデリック・コーダーと妻のヘンリエッタ・ウォルフォードの間に生まれた。彼は1880年3月1日に、ロンドンのセント・ゲーブリエル教会で洗礼を受けている。彼は、王立音楽アカデミーにおいて、父の指導の下で学び、1901年に、作曲のゴーリング、 トーマス奨学金を受けた。1907年には作曲とか声楽の教授としてアカデミーの教員に加わった。彼のおばのローザ・コーダーはダンテ・ゲイブリエル・ロセッティの肖像画を描いており、コーダーはラファエルン派の運動に強く影響を受けていた。彼の作品にはオペラ、バレエ、カンタータ、ピアノ曲などがある。彼の還元楽作品の多くは未出版のままとなっており、 知られていないが、鍵盤楽曲には出版されて、いくらか認知されているものも存在する。彼は、アーノルド・バックスとは、親しい友人であり、コーンウォールで休暇を共に過ごすなどしていた。バックスは、歌曲、アスピレーションと、公共曲第4番をコーダーに検定している。コーダーは、サリーのネトレー・ヒースにある白いコテージで長年暮らした。ザ・エビング・タイド・ザ・シー・キャバーン・シーガル。 エスロックザ・スティル・アワー・オブ・ダスクザ・コール・オブ・ザ・シー注射区式典ポールコーナーの学府国際学フライブラリープロジェクトありがとうございます